李克強が鄧小平のスローガンに言及、中国で危機続出か、ネット検閲打破が心配、中共マスク氏の衛星を当たりや呼ばわり、中共大使アメリカ主流メディアに取材されたと主張、報道は一切見当たらず、 皆さんこんにちは今日10月29日星期三欢迎收睇紀元頭條我是雪兒中国経済の低迷は深刻で中国共産党中共の李克強総理は最近経済建設を中心に据えるという鄧小平の当時のスローガンを再び持ち出しました専門家は2020年以降中国経済は縮小し今後も危機が勃発すると見込んでいます 中共官営メディア・新華社通信によると、中共中央委員会政治局常務委員兼総理である李克強は、12月24日、国務院参事官と中央文化歴史研究官の関与を対象に座談会を開催しました。座談会で李克強は、「いわゆる現代化を実現するためには、経済建設を中心に据え、長く困難な努力をしなければならない。」と述べました。 経済建設を中心とするという言葉は毛沢東時代の階級闘争を主要な政治路線とすることを否定するために文化大革命後に東商兵が提起したものです中共はこれまで経済状況は良好安定の中で前進していると宣伝してきましたが最近になってそのトーンを変えました十二月上旬に北京当局が開催した非公開の中央経済工作会議で 習近平と李克強の両方は中国経済が非常に深刻で楽観視できず多くの苦境に立たされていることを認めましたまたいわゆる安定第一を強調したほか経済建設を中心に据えるを珍しく再度提起しました評論家の各兵士は大紀元の記事で 急速な経済発展は常に中共政権の正当性の礎となってきましたが、この正当性は急速に崩壊しつつあると示しました。さらに、中共中央委員会の経済工作会議の報告で、安定という言葉が25回も連続して登場するのは、中共は急速な経済衰退がもたらした政権への危機に直面していることを表していると述べました。 有名なコメンテーターである唐恒氏は自身の番組の中で李克強は11月に3回も経済が下降圧力があると強調し国民に圧力に耐えるよう求めたがこれはかなり異例なことだと語りました。 加えて、国司と呼ばれる中国の経済学者李登輝も12月2日今後数年間は中国経済にとって改革開放以来最も困難な時期になると公言し厳しい時代が来ると人々に念を押しましたこれらの政府側の声明はすべて中国の経済状況が将来的に非常に深刻であることを示すものです 北京の転則経済研究所国際部長の王軍氏は大紀元に対し来年の中国の経済状況は今年より悪くなるだろうと述べました世界銀行の最新予測でも来年の中国の経済成長率の見通しが引き下げられています王氏は国内要因も含めさまざまな要因が混在している 来年の経済活動は今年以上に大変なものになると思う。だから李克強がこう言ったのは意外ではないと語りました。大紀元は最近、中国本土の深刻な経済不況と当局による監督管理の嵐で大量の失業者を生み出したことについて報道を続けています。職を失った若者であれば、街頭で騒動や集会、抗議活動を起こす事態が見受けられています。次のニュースです。 中共にとって他国へのサイバー攻撃は先端技術を盗むための重要な手段となっていますしかし中共は中国人が真相を得ることを阻む中共のネット検閲システムグレートファイアウォールが打ち破られることをより懸念しています最近ではファイアウォールを破る可能性が最も高いマスク氏がトラブルを起こし始めているようです中共の国連常駐代表団は12月 7月1日と10月21日にスペース X 社のスターリンク衛星が中国の宇宙ステーションに急接近し中国の宇宙ステーションが緊急避難したとする文書を国連宇宙部に提出しました中国側は安全のため中国の宇宙ステーションで予防的な衝突制御を実施したと主張しています。また国連事務総長に対し 宇宙条約の締約国に上述の状況を通知し、注意を喚起するよう要請しました。同条約第六条によると、各締約国は宇宙空間におけるその活動について。国際的な責任を負うことになっています。しかし、この中共側からの訴えは独立した裏付けがなされていません。一方、アメリカの宇宙開発企業スペースエックスは、コメントの回答に応じていません。 中共当局は4月に天球宇宙ステーションの建設を開始し天がコアモジュールを打ち上げ完成は2022年末を予定していますスペース X 社のスターリンク衛星と天球宇宙ステーションが急接近した件を中共が国内メディアを利用して報じたところ中国のネットユーザーはマスク氏をアタリアだスターリンク衛星は宇宙ゴミだと批判し中には アメリカの宇宙戦争兵器といいうレッテルを貼ったた人もいました大紀元のコラムニスト趙天領氏は「衛星や宇宙の宇宙ステーションには各自が運航している軌道や高度がある」としまた中国側はマスク氏のスターリンク衛星が中共のネット封鎖を破ることに恐れており用意周到な当たり屋かもしれないと分析しています。 公開情報によると、スターリンク衛星は、運航高度約三百八十二キロメートルの低軌道衛星である。のに対し、中共の天球宇宙ステーションが公表している。運航高度は約三百九十五キロメートルとなっています。両者の距離は約十三キロメートル離れています。国際宇宙ステーションの通常の高度は、四百十七キロメートルから四百二十一キロメートルの間です。 宇宙ステーションの高度は簡単に調整できるため、中共がトラブルを起こすためにわざと高度を下げたのではないかと考えています。マスク氏にとって、このようなトラブルは今後も起こり得ることだと言います。スペース X 社はこれまでに約1900機の衛星を配備し、ブロードバンドインターネットを提供するスターリンクプロジェクトを加速させ、大いに期待されています。 今回の中京の当たりや行為についてはマスク氏は予見していたようです。2015年スペース X 社のスターリンク衛星が中国本土に検閲を通過していないインターネットサービスを送信した場合について問われた際、マスク氏は最悪の結果、中共政府が衛星を撃ち落とす可能性があると答えました。さらに、 もし彼らが我々に不満があれば我々の衛星を爆破することも可能でありそれは悪いことだ中国・中共にはそれが可能だだから我々はそこで広めてはいけないのかもしれないとマスク氏は述べましたあるネットユーザーは「マスク氏の電気自動車はすでに中共を不愉快にさせておりスターリンクのブロードバンドインターネットはまさに中共の命取りとなっている。 マスク氏と中共は互いに空でも地上でも戦っていると嘲笑しました。次のニュースです。中共の戦狼は外交を主導し、その対外宣伝は国際社会からますます反感を買うようになっています。最近、中共大使館は中米大使の信号がアメリカの多くの主流メディアから取材を受けたと発表しましたが、 アアメメリカ主要メディアはこれを一切報じていません在米中共大使館の公式サイトは24日秦剛が12月20日にアメリカの主流メディアの編集長や深夜記者からブルームバーグ金融イノベーションサミットが主催するインタビュー取材を受けたと伝えましたしかし12月27日現在アメリカ主要メディアはいずれも秦剛の今回のインタビューを報じていません いくつかの中共関連メディアだけがプレススリリースを出しています。中国側の在米記者である韓方は中国の SNS ウェイボーの投稿でアメリカメディアがニュース性のある重要なニュースを見逃していると非難しアメリカメディアが掲載しなければアメリカにいる我々の記者が国外で繰り返し掲載すると述べました。 今回のいわゆるインタビューだけでなく、今年9月のブルームバーグニューエコノミーフォーラムでの信号の講演も、アメリカ主要メディアは報じていません。中京大使館の公式サイトでは、12月20日に信号が受けたインタビューの全訳が公開されていますが、その内容は一問一答の形式のみで、どのアメリカの主流メディアかには触れていません。 アメリカ主要メディアがシン・ゴにインタビューしたかどうかは、信憑性が疑われています。このインタビューでシン・ゴは、米中関係や南シナ海など多くの問題に触れ、基本的に中共当局の立場を表明しています。例えば、中共が台湾に対して軍事的な威嚇をエスカレートさせていることに対して、シンは、台湾は一方的に現状を変えようとしていると反論しています。 シンゴーは中共の戦路の代表人物と言われています今年アメリカで開催されたイベントでシンはアメリカ政府に黙れと公言しアメリカ主要メディアの注目を浴びていました。今日